126人前のそうめん食べる女。今回は負けヒロインが多すぎるの柳杏奈さん。アニメ本編での総摂取カロリーが 58,435 キロカロリーに到達の反応集です。公式が総摂取カロリー計算してて草。しかも今回で1話平均1万キロカロリーに跳ね上がってて、さらに草。そうめん食いすぎ。126人前。そうめん126人前ってなんやねん。コアだけで全体の7割。ちょっと食べ過ぎではないですかね。急に5万カロリー超えてて目が点になった。ドカ食い大好き望月さんよりも強い白目。2週間分だからセーフ。年頃の女子なんだから2週間分を1話でカウントするのは少しかわいそうだよね。2週間で126人前、1日9人前、1日3食、すべてそうめんで毎食3人前なのか。それを2週間毎回食べるのは地獄。そうか、3人前かける3食かける14日イコール126人前か。それだけ食っていても全然減らないとは。うどんなら糖尿病一直線。そうめん3束を朝から。1食でそうめん3人前は男なら普通だけど、女子だとどうなんだろう。育ち盛りだしいいのか。柳美さんを普通の女子換算しても、そりゃカレー3杯も食べるわ。どうせその前にそうめんも食ってるだろ。なんでそうめん売るんじゃなくて配ってるの、この人。給料なくて大丈夫なの。だから人ん家でカレーを食べる。カレー3杯が自費だ。これ、このそうめん続けた後ならカレーに感動して3杯ぐらい許せるか。よく見たらたこ焼き15個入りもまあまあ食ってんな。村田のたこ焼きは割と小さいので15個余裕。自炊できるんだからもっとアレンジとかしろよ。カレー3杯食べた後に梨1個丸々食べてたの。どうでもいいけど、柳美さんって2日目のカレーに感動してたけどさ、柳美香はカレーその日のうちになくなるの。残ると思う。ぬくみずくん、そうめんはね、炭水化物なんだよ。あんなに冷たくてツルツルのどごしよくて、いくらでも食べられますよ。で、偽装するなんてとんでもない裏切りだよ。製造過程にめっちゃ油使うのも聞いてないし。2週間ずっとそうめんで柳美さんのこと初めてかわいそうだと思った。高級そうめん30万円分ならともかく、安いそうめん30万円分は地獄だと思う。そうめんの合間になんか食ってそう。そうめん期間中も絶対他にも飲み食いしてるよな。カメラに補足されてないだけでジェラート食ってるよね、この人。原作だとジェラートどころかあゆも食う。この後も弁当にそうめんチャンプルー持ってきたりする。飽きても食う量は減らないんだな。こんだけ食ってちょっと太った程度なのすごいな。服で隠れてるだけで下腹すごいことになってそう。こんだけ食ってもこのスタイルを維持できるのがこの作品一番のファンタジー要素。全部胸に言ってるんだよね。多少腹にも言ってる。まあまあ尻にも言ってる。その食生活は重大だから許されると思えよ、柳美さん。そろそろスカートがきつくなり始める頃では。それとも柳美さんは代謝がアスリート以上に高いのか。月30万でも家庭持てるんだな。共働きなんじゃない。母親は豊橋の市役所勤めだから。父ちゃんは組織で働けない人間なのでサラリーマンではない。月30万円分の現物支給があるが、品物は毎回変わる。そうめんで支払ってきた会社の安否が気になって仕方がない。よくわからんだ。126人前のそうめんってせいぜい2万円とかよな。こっからずっとそうめん生活になるのか。せめて霧の箱入りのイボの糸で支給してあげて。原作だとお得用って明言されてるから、アニメでそうめんグレード上がったんだよな。待って、柳美産地そうめん以降も親父の現物支給版の原作を読もう。 SSS。 ご近所に配りまくって、またそうめん持ってきた。テイルス使われるようになる柳美さんに悲しい現在。文芸部に大量のそうめん積まれてるのに誰も触れないので、俺がおかしくなったんかなと思った。この作品こういうとこが結構あるので油断ならない。部室が何か違和感感じたのはそれか。困りが隙間からキョイキョイスマホ画面出して会話しようとしてるの。かわいい。あのそうめん誰が運んだんだよって思ったけど、誰も触れないから謎のまま終わった。成人女子の1日の摂取推奨カロリーが大体2000なので、描写された部分かける14ですでにオーバーです。若干寝癖感のある髪型が残念ヒロイン感を醸していて可愛い。可愛くて魅力的なのに、そこはかとない負け感あるの好き。カレー食べた後の皿が微妙に汚い。
俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。細かい演出盛るギャグ、初期の春日思い出すな。瞬きしない人の見た目めっちゃ好きなんだけど、あの子はヒロインになりませんか？ニキ来るといいね、来い。参考になるかわからんが、トリコのレッグフォークが一発50万カロリーや。エルビスプレスリーかよ。小市民の幼いさんも相当カロリー取ってそう。胸や容姿でモテないわけがないキャラがモテないキャラをやるのはちょっとね。振られただけでモテないわけじゃないんだが。どんなに優れたヒロインであっても状況次第で負けるときは負ける。しかしたとえどんなに凄惨な負け方をしたとしても、ヒロインとしての魅力が色褪せるわけではないのだ。そのうちビスケット折り場くらい食べそう。そうめんは茹でるときに湯の中にカロリーが溶け出すからゼロカロリー。負け因関連動画ばかり見てるので、 YouTube でそうめんのレシピ動画をおすすめされるようになった。最終的にカロリーメーターどこまで行くのだろうか。最終は終わる頃には15キログラムぐらい増えてそう。はよぬっくんと結婚しろ。ぬっくんと付き合い始めたらタイトル詐欺だし作品終わっちゃうよ。すでに負けヒロインが多いのは事実だから問題ない。ゴアの浮気だよ。のとこが熱演すぎた。元ヒロインのしていい声ではない気が。こんなすっとんきょうな声出しながらエンディングでラブに1000歌ってくるの落差で風邪ひきそう。ギャグシーンではあるんだろうが、こんな規制を発してまで浮気を主張するほど心を病んでいるのだろうか。12年かけて積み上げてきたものを横から2ヶ月でぶち壊されたらね。心が弱った時に読む本の影響を受けた時の声も好き。ミナカロリーで驚いてるけど、そうめんやカレーを食べた後で空を飛べる実力があるのが柳美さんです。原作も重版かかりまくってめちゃくちゃ売れている今季最強ラブコメ、負けヒロインが多すぎる。実は公式ページに柳美アンナカロリーメーターなるものがありまして、その時のお話の総摂取カロリーが表示されてます。4話までは最大が1話の5432キロカロリー、最小が1話の1255キロカロリーだったんですけど、5話で一気に5桁、しかも驚愕の4万超え。そうめんってカロリー結構高いんですね。しかしアイスティーまではわかるんですが、たこ焼きなんか食べてたっけ？画面外でも食ってるなんて。まあ言いたいことはいろいろと皆さんがぶちまけてくれましたので、私はそのままの君でいて、とだけ言っておきましょう。こういう仕掛けも面白いですよね、ほんと。マジでここまで絶好調すぎるアニメで、この勢いが最終回まで続けばガチで覇権取れます。私も今期で今一番面白いと思ってます。1話1話がすごく丁寧に作られていて、作画も超絶クオリティで毎回目が離せませなん。私の中でのラブコメアニメのトップは今のところ僕やばなんですが、正直それに匹敵する。いや、アニメの完成度的にはもう超えてるかも。柳美さんや焼き塩さんもいいけど、個人的にはこまりさんのお話をもっと見たいですね。負けヒロインの3人の中で一番しこりが残ってなさそうに見えるし。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。